も皆さんこんにちは、ケンジでございます。本日ですね、2021年にどんなアイテムが流行り、どんなアイテムを買うと間違いないのかっていうところを皆さんに徹底的にご紹介したいと思います。というのもですね、僕定期的に着回ししやすい鉄板王道アイテムは何かっていう動画もアップしてるんですけども、それとはまた別に毎シーズン毎シーズンその時に着るからこそかっこよく、そのシーズンでしか楽しめないファッションってあるんですね。で、そうした中で2021年はどのようなアイテムが間違いないのかっていうところを徹底的にトレンド解説していきたいと思います。ですので、今どんなアイテムが流行っているのかわからないって方だったりとか、少しでもおしゃれに見られたい、少しでもかっこよく思われたいって方はこの動画必見でございます。では早速行ってみよう。サンバタイム。はい、ということで本日は2021年の SS のトレンドアイテムについてご紹介したいと思います。で、今回こちらシリーズもので、最初にですね、トレンドを語る上で欠かせないキーワードだったりとか重要ポイントをお話しした後に、海外のコレクションをお話した動画もアップしていて、次にめちゃくちゃ重要な色カラーですね、何色を着ればいいのかっていうところを解説した動画もアップしてますので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧になってみてください。で、今回の動画ではアイテムですね、でさらに初級編です。はい、なのでまた明日にはですね、中級編上級編をアップしますので、ぜひそちらの動画も楽しみに待ってください。ということで今回の動画で4つご紹介します。ということで2021年 SS で絶対に流行るアイテム、1つ目がセットアップでございます。はい、というのもですね、2021年の春夏はセットアップのピークと言っても過言ではないでしょう。それぐらい最も着ると一番かっこいいアイテム、それがセットアップでございます。で、2020年はテーラードだったりとか、さらにブルゾンのセットアップが主流だったと思うんですが、それも継続的に2021年かっこよく、さらなる進化を遂げて、様々なアイテムがいろんなブランドさんで展開されていくんですが、それだけではなくシャツのセットアップだったり、さらには夏で言うと半袖シャツや、さらにはショーツのセットアップまで、ありとあらゆるセットアップがこの先リリースされてきます。で、さらにこちらの動画ですね、トレンドを語る上でコロナの影響でリラックスという超重要キーワードがあるんですが、そのキーワードとセットアップがかなり相性がいいので、この先セットアップのトレンドがものすごくさらに加速してきそうです。で、そうした中でもうすでに発表されているルックのセットアップがこちら、さらにはこちら、もっともっとあります、こちら、もっともっといきましょう、こちら。はい、もうこれだけ数多くの人気ブランドからセットアップが提案されているということは、もうそう、間違いなく今年も引き続きというか、もう最高ピークにセットアップが流行ってきますので、もう皆さん安心して、むしろ皆さんおのおの好きなセットアップを選んで購入してみてください。で、2021年春夏のトレンドアイテム2つ目がフェイクレザーでございます。はい、2020年少しずつ流行ってきていたんですが、今年の春夏で一気に広まる予感がしています。で、それに似てるのが、まあ、去年ですね、スローボトムがもう爆発的に一気に流行ったんですね。それに近いぐらいのポテンシャルを秘めてるのがフェイクレザーのアイテムです。でですね、なぜそこまで強く僕自身ですね、ここまで言うのかというと、まあ、僕自身3、4年前に毎日のようにですね、僕レザーのライダーソースですね、着ていたんですけども、究極ですね、レザーという素材自体がメンズの定番素材でもあるので、コーディネートに取り入れるハードルが意外にも低いという理論で、この先2021年はよりですね、倍速にフェイクレザーのトレンドが来ますし、よりかっこよくこの先見えてくると思います。なのでフェイクレザーではないんですが、僕自身4月2日に再販させていただいたリドムのレザーのブルゾンがあるんですが、結構いろんなコーディネートで取り入れてるんですよね。さらにレザーのパンツも結構いろんなね、コーディネートに取り入れられるぐらい着回しがめちゃくちゃしやすいし、もう何十年間と愛され尽くしているのが、そう、レザーのアイテムなんですよ。なので、まあ、ちょっとレザーパンツとかレザーのブルゾーンだけ聞くとちょっと難しそうに感じるとは思うんだけども、意外にも簡単なので、よかったらこの先注目してみてください。そして2021年春夏に間違いないトレンドアイテム3つ目が
ワイドボトムでございます。はい。今日最新の海外のコレクションが読み取れる話で言うと、逆に細いボトムもちらほら出てきてはいるんだけども、それもすごく最新の話で、今のオンタイムの話で言うと、生活様式の変化によって、何度も言ってるように、よりリラックスというキーワードが重要視されてきているので、シンプルに履いてて楽なワイドパンツっていうのが、よりこの先注目されてきそうな流れがあります。で、さらにちょっともうちょっと踏み込んでお話をすると、今オーバーサイズ流行ってるじゃないですか。で、僕らが着ているトップスやアウターは大きくて当たり前なので、おしゃれな方々が一昨年とか去年とかはもっと大きくし始めたんですね。ただこの話はちょっと僕の本当感覚的な話が踏まえてのをご了承していただきたいんですが、もう行くところまでもうかなり大きくしてしまったんですね。ただオーバーサイズゆるっとしたシルエットのものはより今後求めていく中で、逆にもうパンツも太くし始めたのがここ最近おしゃれな方々がしているし、よりブランド側もこれ以上は大きくはできないだったらもうパンツを太くしようっていうところが徐々に増えてきた感覚がありますので、ファッション感度が高い方々もそうですし、ブランド自体もよりパンツを次はどんどん太くしていってる感じがありますので、よかったらこの先ワイドボトム注目してみてください。そんなワイドなボトムを提案しているブランドのルックがこちら。2021年春夏に間違いないトレンドアイテム最後の4つ目が白ボトムでございます。はい。去年のですね、秋冬で買われた方も多くいらっしゃるかと思うんですが、そこで皆さん感じたことでしょう。あれ？白ボトム？何人でも合いやすくねって思ったはずなんですね。そうなんですよ。というのも白パンツって難しそうなイメージがあるんですが、思いのほかめちゃくちゃコーディネートがしやすいんですよ。で、そうした中で秋冬でも流行ったし、季節的にも春夏はですね、白パンツは履きやすくなっていくので、SS ではさらに一気に広がっていくし、よりかっこよく見えていくと思います。ですので2021年の春夏は白ボトム、去年は1本だけ買ったって方も、今年に関して言うとストレートのものを1本とワイドのものを1本合計2本ぐらい持っていってもなんならいいんじゃないかなというふうに思います。もっともっと言うと、究極春夏持つこの先流行っていくと思うので、今さ黒スキニーって別にトレンドアイテムでも何でもなく定番アイテムじゃないですか。それぐらいこの先じゃもっともっとその未来を予測した時に白パンツ黒スキニーぐらい定番アイテムになっていくんじゃないかなというふうに個人的には持っています。どれぐらい着回しやすいかというと、僕がですねこれぐらいですね、いろんなコーディネートで落とし込んじゃってるぐらい超着回しやすいし超かっこいいアイテムなんですよね。でカラーの話でも言いましたように、そんな白ボトムがベージュだったりとか、さらに今後この先流行るさらなる進化を遂げたペールトーンだったりとか、さらにホワイトのワントーンコーディネートや、さらにブラックのワントーンコーディネートの時に買ったブラックとの相性もいいっていうところで、白パンツはこの先コーディネートしやすいんですね。しめちゃくちゃ相性がいいんですよ。からこそよりどん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 いろんな見せ方をしていくのがそう白パンツだと思いますので、よかったら注目してみてください。白ボトムを提案しているブランドのルックがこちら。はい、というの本日は今年2021年春夏に絶対に流行るアイテムを今日は4つご紹介しました。で今回のアイテムはどちらかというとこう初級編なので、明日にですねまたさらに中級編上級編まとめて1本にしてご紹介していきますので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧いただけたら幸いでございます。では今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。